星野義春は,は日本の実業家。星野リゾート代表取締役社長。海外での訪日観光営業から東京電力福島第一原子力発電所事故による風評被害が根強いことを痛感。福島県の県名変更が20年、30年先の復興を考えればそれが一番の策と提言した。日産自動車ナンバーに星野朝子の優雅な素顔。 新潮、2016年2月2日閲覧。AB。軽井沢という聖地 NTT 出版。2012P117。ハット AB。星野リゾート企業情報。星野リゾート。2015年11月5日閲覧。AB。寺沢康政。チューブのエネルギーを築いた人々。2015年11月5日閲覧。不法 星野佳介さん79歳イコール、星野リゾート元会長、星野義春、同社社長の父毎日新聞、星野義春の履歴書、星野リゾート、2015年11月5日閲覧。復興庁が東北観光アドバイザー会議を新設。産経ニュース。 h t t p w w w s e n k e i c o m スラッシュポリティックススラッシュニューススラッシュ151218スラッシュ plt151218a036-n1.html 発出戦1日一植主義星野リゾート星野市日経ビジネス2016年2月2日閲覧海外福島に 拒否反応懸命変更の覚悟も日経 MJ 大震災6年一面特集インタビュー。ありがとうございます。